はい。アポはいただいてなかったように思いますが。RK の相馬克樹をご存知ですね。公安の潜入捜査官として神室町の裏社会に入り込んでいたものです。彼はそこで非合法なことにも手を染めています。あなたはそれを全て承知しながら黙認している。何をおっしゃってるのか分かりませんな。相馬は今神奈川県警に逮捕されて取り調べを受けています。横浜で沢陽子さんが殺された事件の容疑者として、我々はその動機があなたから与えられた任務にあると確信しています。楠本玲子の弱みを探り彼女を操るための。そんな筋書きを表に出すつもりですか。それが真実であるならばもちろん。そんなことをすれば私はともかく国の重責を担う多くの方々が迷惑を被ることになる。その中にはあなた方の上司にあたる人も含まれるんです。あいにく官僚社会というのは決して一枚岩じゃありません。その重責を担う方々の周りには常にその失敗を願う敵も多いんです。私たちはそちらに協力を願っています。その結果沢さんの殺害現場周辺で消えていたはずの防犯カメラ映像が見つかっています。そこにははっきりと相馬の姿が映っていました。誰がその映像を隠すよう指示してたか、あなたです、坂東さん。私は国家の秩序を維持するために裏で必要なことをしてきた。この国を救ったと言えることだって多々あった。そこに光を当てる気なら覚悟がいるぞ。そうでしょうね。でも一介の探偵たちが根性を見せてるのに我々検察官が寝ぼけてはいられんのですよ。